マイとレイカのミラクルハッピーデイ。皆さんおはようございます。おはようございます。と自己紹介、中部商業3年の松川舞です。よろしくお願いします。と同じく中部商業の柳峰レイカです。と今日は7月9日ということで、まゆさんの誕生日です。イエーイ、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。何歳ですか？18歳になりました。じゃあ18歳の抱負聞きたいと思います。イエーイ。18歳の抱負は何ですか？18歳は大人の一歩かな。要は例えば違う、要は選挙権がもらえたり。行きますか投票？行きますよ、投票しに行きますよ。誰に入れていいか分かります？正直分からないです。何行くんですか？あ、社会勉強かな。じゃとりあえず投票大切ですよね。はい。あ、じゃあ他には？あとは地連行って車の免許取りたいです。もう今日からすぐ通うんですか？いえ、進路が決まってから行こっかなと考えてます。でかは、舞が7月生まれだから、うん、もう取ったのかなって思ったのに、うん、まだじゃあ正直言っていい？舞、うん、も行きたい。ドライブ、ドライブ行きたいさ。でドライブ行きたいさ。とりあえず北部攻めたいさ。、うん、南部も攻めよう。なんで進路決まるっていつ決まるの？11月4日に合格発表があるから。そっから通うの？そっからか、試験が終わってすぐ行くか。遅いな。なあ、せっかく7月に生まれたのに遅いな。なあ、使えんなー。でももう9月生まれさ。じゃあ9月正直早くない？冷静に来月から通えるわけさ。うん、じゃあ11月さ。私何のために7月に生まれたの？なんでかな。進路変えればもう。じゃあさ、目指してんのがあるさ、ちゃんと。変えられん。はあ、はあ、楽しいね。残念だな。と7月、あ、8月、7月21から夏休みでね。夏休みのどこ行くんですか？もう LJK なんで。ちょっとエンジョイしたいさ。ペンションとか、ペンションいいね。お泊りとか、なんか海めっちゃ行きたい。海プール、海バーベキュー、なんか夏らしいことしたい。したい、超したい。夏らしいこと。なんか友達がプー海に行って、これサンセットビーチに行って、うん、隣のチラ湯で、チラ湯で温水プールに入ってお風呂入って、あ、違うや、サンセット行って、うん、バーベキューやって隣のチラ湯行ってみたいな、なんかもうフルで遊ぶみたいな。ちょっと体力、まんまん体力がきついみたいな。やばいな、うん、それは絶対楽しい。絶対楽しい。じゃあバーベキューはしとけじゃん。なあ、バーベキューはしたい。遠足以来やってんけど。それはある。じゃああんま食ってんさ、遠足とか、うん、いいね、いいね。夏だね。夏焼けるね。焼ける、嫌だな。夏は高校野球じゃん。それな、ね、今日はどことどこの試合がある？今日はね、宜野湾高校と那覇西、那覇西と、と薬科と、薬科と三郷工業、三郷工業港南と嘉手納。あ、マジ？うん、見たいね。見たいね、高校野球見たいね。もっとあった？中小負けたしな。そんなのはいいよ。寂しいね。寂しいな。もう見れないって考えたら寂しいね。なあ、でも引退ライフ楽しんでるから。なあ、うんじゃん。エンジョイだな。うんじゃん。もう2年生も時代来たし楽しんじゃん、うん、1年生もそうだね。いいよな。うん、もういいよ。過去は過去は振り返らない。じゃあどうしますか？どうします？リクエストソングいきますか？いきますか。じゃあ恥の For You。 はい、はい。
す？もう話す全部使う。だから何話す？何話す？見て見て5分しか経ってない。病気な。どうす？何話す？何話す？デイカのじゃあ18歳の抱負聞く？いいよ、デイカまだ18になってないし。あの日出会ってから今日まで私本当にありがとう感謝してるよ。あの日の空のようにずっと見守ってくれたの。見てコメント来てるよ。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね。誰だ？セブン。あのセブンしか出てこない、ね、絶対違うね。アイコンまず違う。続いてだろうな、たくさん声をかけたらな。これ後でいいよ。いいよ。コメント待ちしよう。3人見てるよ。イエイ。あ、キャスに話しかけようぜ。じゃあ今日キャスートークですよ。は？キャスにトークですよ。してくれたお前に今やっと胸なんて言うよ。俺についてこい、未来はもう安定。愛してるよお前はどうなんだい。もしも俺と同じ気持ちなら。お、レフの誕生日。パチ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 って。イエイ。ないなれやしない、いらない夢二人で追っかけたい。これからも何かと世話になるとは思うけど。うわぁ、温泉カフェ巡り、居酒屋マジブランドライブに映画。なんかないわ最近。6人見てる。はや、やばい。もっとこい、もっとこい。コメントとかマジ待ってるよ、うん、話すことないよマジ。は、この回がさ、今まででさ、最高の回になるようにしよう。何話す？何話すガチ？何があるで？何があった？最近。なんか、普通に話せるけどね。うん。あ、トルコアイスの話する。いいよ。決まり。これと？これと？これと？トルコアイス開けたやつ。調理実習の話する。前の、あの、月曜日調理実習があるって話して、で、前の調理実習では米、親子丼なのにお米が、米が炊けんかったって話して。あれ、ぐーだけ食いました。2時間経っても炊けないんですよ、ご飯。炊飯器が壊れてて。まず、熱くもならみたいな。湯気出ないんですよ。マジ、毎日にハプニング必要なんだよ。じゃあ、曲明け CM いきますね。はい。でも前だけを愛してる。お前だけを愛してる。あ、あれは先生来た。あ、バケ。話すことたくさんあったのにね。始まってる。始まってます。よろしくお願いします。ありがとう。お前より俺が先に住んでる。おしゃべりしてた。はい。いや、絶対に。自信がしてくれたね。死んでもらうのに儲けたい。じゃあ、これどうしよう。はい。こっちが読みそうか。レイカ、どうしました。こっちでいいや。すみません。ああ、いえ、大丈夫です。これからも何かとそうになるほど思う。何の話した？マイの誕生日の話と、夏休みと、お茶、お茶くれた。ありがとうございます。西原哲也さんかな。哲也かな。哲ちゃんだね。哲ちゃんは哲也派かな。何やりました。ミッキーの今日名前変えました。今日名前変えました。マイとレイカの。まあいいでしょう。ありがとうね。ミッキー味噌って何なんで。方言問題。そあと何分ですか？あと1分です。28、はい、あと28秒。 あと40秒ぐらいですかね。CM 終わるの7人見てる、ね、浮き見装置って何？調べて。調べてる。何？
これキャスは声聞こえるのかな。キャスは声聞こえてますか。あ、これ聞こえてますバレたさっきのバレたさ、そしたら何、あ、話すことあと20秒です。バレたはい、さえ、キミ装置マイクあげます。ちょっとわからない、語源勉強しよう。ん、始まってます。はい遅くなってすみません。ちょっと風邪気味で、今日は遅れてしまいましたが、ミッキーですおはようございます。おはようございま す, います。アシスタントがつなげていただいてありがとうございます旅行の話はしましたか2人。旅行は、あ、旅行じゃない、何だったっけ、あ、違う、トランペット隊、あ、はまだ話ラッパ隊してないですね。よろしくお願いします、はい、と中部商業の試合の応援で自分はラッパ隊トランペット吹いたんですけど、この前列で一番前の席でこの吹いてて、選手がこのベンチに戻ってくる時とかの表情とかがもう全部見えるんですよ。声かけとかもう超近くで応援団の熱とかも伝わってきて、うん、もう感動でした。もう応援団は千葉利用って、なんかもう本当に声からすぐらい、うん、団結やばかったんじゃん。大きい声出して、ね、前も行った、行きました。え、普通に応援しに。レイカさんはどんなでしたか、ラッパ隊の。見えなかったんじゃん、前の席から。あ、見えなかったぐらい前にいたから、うん、結構多いの応援団。もうすごかったですよ。いっぱいだよね。何人ぐらい、1000人ぐらい、そんな、そんなまではいかないけど、そこまで違う。なんかもう前の列はもう全部埋まってる、うん、全部埋まって、はいはい、父母もいっぱいいたし。あ、そっか。中小からだったね。中小は何年ぶりだったの今回。あ、何年ぶりっていうわけじゃなくて、あ、予選だから。あ、そうかそうか、全部出れるんですけど、うん、そっか。予選大会どこが優勝してるの。まだです。決勝は17で。あ、そうなの。17日で。まだ今3回戦ぐらい、3ぐらいです。ちなみに雨天の時は中止ですか、違います。雨天結構、ちょっとぐらいだったらやる、うん、やるかもしれないけど、とかグランドの土の状況とか、うん、溜まり具合とかじゃ水の、うん、でもほぼ例えば、雨が降らないで小雨の状態だったら始まるみたいな。あ、はやると思います。で、途中で大雨になったらはちょっと一旦中断とか、うん、中断。今日が多分そんなだと思います。じゃあもうプロと一緒だね。そっかそっか。今有力なところはどこですか。どこだろ う、やっぱ江南。江南沖縄あたりじゃないかな。あたり、そうなの。ちなみに私は普天間高校出身なんですけども普天間高校はどうですか。1回戦敗退でした。敗退でした中部商と一緒かな。一緒です。中商と一緒だったんだねあ、妹も中部商業でした。あ、本当にすごい。でした。じゃあ後輩だ。デーカなんかが。そうだね、先輩だ、妹さんは先輩だ。実は大昔に中小の音楽の先生少しだけやってね、なんですかね、試験の時も、うん、試験官になったことがあるんですけど、うん、はい、とっても皆さんね頑張り屋さんで、うん、やっぱりほら資格取るって大変じゃん、うん、超ね、うん、本当に資格は簿記とかね大変。もうやばい簿記もあれは一生懸命勉強してたなっていうのを、うん、記憶にあります簿記今男子もいるの。いっぱいいますよ。なんか女子も男子もそんな変わらない、うん、あ、そうなの、まあ、言えば女子がちょっと多いぐらいだけど本当に 2,3 人じゃないかな、うん、高校の校長先生は男の先生、女の先生。あ、男です。男どんなですか。なんかなんか今年赴任してきたばっかで、はいはい、誰が校長か教頭かちょっとまだわ か、ね、からないんです。なんか、あ、よくあるパターン、うん、来客にしか見えなくてわかるわかる。たまにこの人誰だろうみたいな、ね、したら校長だったりして私もいろんな学校行くからね、間違ってね校長先生ですかってわかんないんですよ風格じゃと違うからね、うんうん、また若い最近校長先生教頭先生もいらっしゃるしね。お、長女も次女も中小中小やばい、やばい、いっぱいいる。あ、そうね
長女も次女もってやばいね、まあ、長女は歴史もあるし、うんうん、それ2番目に古い商業高校みたいな、うん、商業高校そうなの。そうです、結構古い感じの。そうか、すでに50周年だったしね、うんうん、またみんな頑張っていろんなね起業してる人もいるしね、うんうんうん、すごいよね。タレントもいるんじゃない、うん、タレント。そういえば最近あの選手オリンピックかなんかのバレーだったかな。ザヤス選手、うん、ザヤス先生、あ、先生、選手、全選手、選手あ、そうなんだ。中小出身ね。すごいね。あの、うん、沖縄の芸人の純選手、わかります？知らない。あの芸人？全部方言、めっちゃ方言喋る、うん、若い人かんない。AKB とかの曲を方言に替え歌して、うん、面白い。歌ってたり、もう中小です。最近中小来てましたよ。うん、自分見ました。あ、本当に、はい、？CD か何かね、音源があったら、うん、今度。なんだろう、聞かせて。多分 YouTube なんか YouTube、 エンダー行って、うん、このエンダーの商品名前全部英語じゃないですかね、うんうんうん、だけどそれを方言で頼むみたいな、伝わるかみたいなのを面白い番組でやってたりする人です。面白い。え、今時そういう方言バージョンに変えてっていう、うん、そう面白い、もしね音源があったらぜひ今度ね、うん、聞かせてください。自信に面白い。超反応してくる。キャスでコメントめっちゃ来てるんですよ。あ、本当に。ありがとうございます。自信に面白いよね。面白い。そうか。あ、すみません、あのここで私のお知らせして入っていいですか。はい、その間何を話すかちょっとまた相談して2人で、はいはい、実は、来週の火曜日から、上王者のコミカンの方でですね、夜の7時です。朝じゃないですよ。夜の7時から1時間8時まで、ボイストレーニング&ボーカルトレーニングということで、レッスンですね、夜のヒットパレードという、うん、あのタイトルで、サークルができました、はい、今のところ10名集まっていましてですね、まあ、幸先いいね、なんて言いますか、サークル活動になりそうです。もし興味のある方がいらっしゃいましたら、上王者の方に、来週の火曜日ですね、火曜日の夜7時から8時まで行っていますので、サークルに参加してください。あ、すみません、参加料がいりますよ。これは無料ではありません、はい、1ヶ月、第2の、火曜日と第4火曜日の7時から8時までで、まあ、月2回のレッスンなんですけども、あの2500円いただいておりますので、これは有料のサークルです。よろしくお願いしますということでね、また8月からは、私木曜日の、12時から2時までを老人福祉センターの、カラオケ講師として、勤めさせていただくことになっています。8月3回あ8月じゃない、8月3回9月4回10月3回というふうにして、講義をあの行うことになっています。それはまたあの、ね、日にちが近づきましたら、あのミッキーのミラクルハッピーデイでお知らせしたいと思います。私からのお知らせは以上です。はい、どうぞ。はい、じゃあ何話す？あれじゃん、月曜日、月曜日調理実習、学校で、うん、家庭科の授業で調理実習があるんですよ。何作るの？麻婆豆腐です。麻婆豆腐、この時に気をつけたいのが、うん、お米ですよ、ご飯。この前の調理実習、親子丼だったんですけど、はい、ご飯が炊けんくて、なんでどうして？あの自動でしょ？炊飯器が壊れてて、うんうん、2時間経っても炊けないんですよ。え？もういいから、もう固いまま食べてとか言われて、うん、なんかいや芯残って、でも芯超残ってるんですよ、うん、じゃあこれは食えたもんじゃないと思って。そうなの？もう親子丼なのに、うん、具だけ食べて。寂しかったね。あ、親子丼、お皿が寂しかったね。芯が残っているご飯なんて食べたことないな。そうだから、それはもう捨てるのはもったいないから、おにぎりにして持って帰ろうっつって握ったら、もう石みたいに硬くなってるんですよ。これはもう一番ジューシーがいいんだよ。ジューシー、チャーハンとか、そう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 、
そうだね、チャーハンでもよかったね。そんな頭なかった。そんな頭なかったでもあれは、はいはい、ビビって面白すぎて、ね、うん、じゃ一生滑らん話じゃん。なるほどね。2時間かけて炊けないっていうのは、もう本当にびっくりした。最初水の量とか、まあ、うん、お米が多かったとか、うん、いろんな疑ったんですけど、うん、疑ったんだけど全然そんな、ね、そんなちゃんとやってたものにね。そっか、開けたら湯気がなんかそこまで出なくて、熱くもなく、うん、中パッパではなかったわけね。なんかこちこちだったわけね、うん、かなり。そっか、それはちょっと残念だったね。じゃあもう麻婆豆腐はぜひ成功していただきたいなと。ぜひ。今はほら麻婆豆腐の元とかあるじゃない、うん、でも多分、うん、調理実習だから一からやると思います。あ、全部全部こう調味料、うん、調味料とかミックスして、うんうん、コチジャンとかなんとか。ジェンジェンって何？謎いこの人。この人。今あのやっとなんて言いますか、コメントを見る余裕ができた。うんうん、いつも私が、あ、ね、お話しして、うんうん、そしてあなた方が私の振った問いにお答えするっていうことだけだったんですけど、うん、私がすいません、今日も忘れてしまった。ごめんなさい。っていうか風邪をひいてしまってですね、ちょっと、その薬を飲んだら二度寝をしてしまいました。ごめんなさい。ということで今日遅れてしまったんですけども、なんとこの2人が勝手に始めていただいてもう大変ありがたく思っております。今日はお蕎麦をおごりたいと思います。出しゃばったんです、はいはい、ですね、ここでまた、ちょっとですね、私 の, ボーカルのサークルの生徒からですね、教えてほしいということが質問がありますので、それについて皆さんに、お知らせしたいなと思います。こういう問題ですね。喉が疲れた時の対処法は、はい、私風邪をひいてここ3日間こういう今日はいい方かな、ね、昨日までちょっとおかしかったよね、鼻声、昨日一昨日までね、うん、ちょっと鼻声だったんですけれども、やっとですね薬が効きまして、もう頑丈で3年間風邪をひかなかったんですよ私。なぜかというとイベントが毎週毎週あってですね、弾けない、そう、歌えなくなったらダメでしょ、うん、そう、演奏もそうなんだけど、うん、ということで風邪が弾けなかったんです、うん、はい、もう今回も風邪が弾けない状態だったんですけども、うん、なんとですよ、サークルのこのほら私が言った上王者のね、うんうん、サークルのデモンストレーションがあったわけね、うん、模擬のね模擬レッスンがあったんですけど、その時はもうキーを高く上げてね、うん、風邪をひいてることを悟られないように、うん、もうね必死でしたって感じで、まあなんとかレッスンも終わりまして、そしたらほっとした、うん、もうそのついでに、もうね咳が出たり鼻がね鼻水がブロブロ出たりして、うん、もう風邪ひいてしまいましてですね、やっぱり気の緩みだね、うん、もうね、もう一年中気を緩めないことが風邪をひかないコツですということでね、喉が疲れた時の対処、まあ、私みたいにね風邪をひいた時とかね、その後の対処なんですけれども、うん、まずうがいは大切です。最近イソジンあんまり良くないっていう噂なんですけども、うん、イソジンに代わる喉に優しい、うん、そういう喉をね、うん、洗浄する薬っていうのが出てるらしいので、うん、まあそういう市販のものを使うか、うん、またはねちょっと塩水の、うん、薄い塩水とかね、うん、でうがいすると、あ、蜂蜜、蜂蜜が喉にいいですよって。そうですね、ありがとうございます。蜂蜜レモンですね、はい、ありがとうございますその通りでございます蜂蜜レモンとかね、まあまあミネラルウォーターね、ね、まあ、白湯が一番ね、なんて言いますか、蜂蜜レモンはとてもいいんですけれどもね、ちょいデブと言いますか、ぽっちゃりさんにはちょっと良くないというか、蜂蜜、うんうん、が美味しすぎて、あ、はい、おかわりしてしまうという、ね、副作用がありますのでね、できましたらね、白湯の方ね、うん、もしくはさっき言ったように、少しね、蜂蜜入れてね、っていうのはいいかもしれません。うん、あと、生姜湯ね。生姜湯もいいですよ。今ねすぐ、簡単にできるね、うん、生姜湯もありますのでね、それからですね、喉を痛めた時にはなるべく炭酸は用意しましょう、うんうん、私もちょっと我慢しました。炭 酸,、はい、炭酸を避けてね、特に歌う前、うん、ちょっと避けてますその通りですよ、ね、歌った後は OK ですのでね、うん、それからうんと
眠ることです、はい、睡眠もう睡眠をとることです。喉にね、うん、のいいことというと睡眠、ストレス、ね、気をつけてくださいよ、はい、ということで、またね1分前ということですから、最後に一言ずつお二人お願いします。どうぞ。一言。はい、一言。一言、うん、じゃあ、うん、コメントありがとうとか。あ、そうですね、と6人の閲覧者の皆さんありがとうございました。コメントも、コメントも面白いコメント、はい、来週もあのこのお二人が、お願いします、はい、あのマイとレイカが見てください。そしてコメント待ってます、はい、楽しい話題を。また私もね、あの、うん、ミッキーのミラクルハッピーデイというタイトルに負けないように、はい、30分前に来て、はい、当然ではありますが、はい、またね話題を提供していきたいなと思います。よろしくお願いします、うん。